人生いつ終わりが来るかはまあ分かんないじゃないですか。なるべくいい記憶を残したいし、カウントダウンが始まってすごいエモーショナルな、寡黙でクールで、街中の B ボーイがどんどん意欲みたいになってくる。特に東京でやっぱ影響力すごい感じますね。父親としての意欲っていうものを見せる、いい感じでした。ラッパーだけとしてあんま捉えてない。これからのクリエイティブに関していっぱいあると思う。今までは俺があんまりやってない、うん、走ってないと倒れるもんなんですよ。ラッパーっぽいじゃないですか。キャンディータウンを主演するっていうのは一番初めからこうずっと決めてて、自分たちが思う一番かっこいいところでやめたいっていうのは思ってたんで、仲間たちとステージに立つのはもう何曲なんだなっていう、カウントダウンが始まってすごい、エモーショナルな気持ちでしたね。全員がこの先に進むためにすごく重要な瞬間だったと思うし、高校に入学する時に親父の仕事があんまりうまくいかないタイミングで、その入学金がまあ払えないってなって、親族とか知り合いとかに借りて入学させてくれたんですよ親父は。なんだけどそこももうラッパーとして成功するってやめちゃって、親父とかその家族の気持ちも裏切ったし、そういう部分もあったから結構ラッパーになって武道館やって、で親父も最後見に来てくれて、なんか少し親孝行できたかなって。キャンディータウンとして立ったステージとか経験したものとかは間違いなくその自分の人生の中のもので、それが、この先も多分常にこう背負っていくものだと思うんで、瞬きの合間どう一人でも分け合う、同じよ仕掛けるシネマキャンディータウン for life。曲を作る時にまずビートを聴いて短編の映画みたいのが浮かぶんですよ。街をこう走っててもこの人たちはどこに行くんだろうみたいな、でその人のストーリーを勝手に作る、そういうのが多分映像とか曲にも当てはめてたのかなと思いますね。生きていく中でも全てが自分にとっての影響というか、リリックとか書いてても今日のこの時間じゃなかったらこのリリックは出てこなかったって思うんですよ。生きてるもの、見たもの、感じたもの、匂いとか全てが多分自分にとって影響になってるのかなって思いますね。片岡の仕様は結構好きです。ストーリーがめちゃくちゃ面白いってわけでもないし、けどなんかそのなんとなく本当居心地がいいというか、登場人物がみんなバイク乗りだったりサーファーだったりとか粋な感じがして、サーフィンやってる時って波に巻かれてる時とかも死ぬって思うんで、それに対してこう生きるっていう、バイク乗ってる時とかも近いんですけど、飛ばしすぎても死ぬかもしれないって思う瞬間になって生きてることを感じる。バイクもサーフィンも2つともただ止まってたら倒れるもんなんですよ。走ってないと乗れないもの、ラッパーっぽいじゃないですか。一番でも音楽以外にやってることはアートワークですよね。ジャケットとか本作る時もあるし、彼のこれからの
個人としての活動の中でクリエイティブに関して多分いっぱいあると思うので、表現方法とかレイドバックした場所で何か俯瞰で見てたいみたいなタイプだとは俺は勝手に思ってて、引き算が上手い人はすごいかっこいいと思う。何か作る時もそうだし、考え方もそうだし、生き方としてもそうだと思うし、伊予くんのスタイルは完全オリジナルで、それに魅力を感じてるリスナーだったりファンの人っていうのは本当にいっぱいいると思います。寡黙でクールでいい意味でその車に構えた東京人ならではのクールさみたいな、すごく持ってる人だなっていう印象が強いかもしれないですね。街中の B-boy がどんどん意欲みたいになっていくっていうか、目の前で進化もずっと見てきましたし、影響はもう間近で見てるって感じですね。特に東京でやっぱ思いますね、キャンディタウンの影響力っていうのはすごい感じますね。見た目とか人間性とかギャップのない音楽をしてるなと思います。ありがとう。よくいなかった僕いないぐらい尊敬してて、その曲の言い回しとか、僕東京来て、あ、この人が一番かっこいい、この人の動きを自分なりに噛み砕いて自分の良さも出しつつキャリアを築きたいって思ったのは伊予さんですね。東京のカルチャー、東京のヒップホップを自分がプレイヤーとして引っ張っていくっていう感じは正直なくて、ただ新しい世代のラッパーがシーンの中心で一番いいポジションにいてくれたら嬉しいなと思うし、そういう人がいたらな、自分ができることがあるんだったらサポートしたいなと思ってます。てか撮影めちゃくちゃいっぱいしてきましたけど、 PV でも何でも、なんでやっぱり伊予くん立ってるだけでいいんですよね。どこ切り取ってもポスターになるよねみたいな、そういうイメージで生きてるんだろうなこの人はって俺も思ったし、どの瞬間も撮ってく中で何撮っても伊予だから、すごいシンプルって感じ。やりすぎ、やらなすぎ、ここまで行くとかっこいいとか、ここまで行くとダサいよねっていうのって、その基準がこう接してて、普段からそういうスタンスで生きてるからブレない。普通野生のマジ猿みたいな。痛いかも。マジで。マジで。アルバム書いて。ラッパーだけとしてあんま捉えてないというか、一言で語れない男ですからね。伊予は伊予だと。連れてこられたこといつもたまに俺が父親としてできることっていうのは、伊予っていうものを見せること。僕もそうだけど、自分の親から受ける影響って多分人生の中で大きなものだと思うんで、俺の父親は結構車とかでソウルとか R&B を聴いてて、そういう音楽的な影響もあるし、人間的にも尊敬できるので、結構影響を受けてる部分も
多いのかなと思います。それはなるべく近くで見せてあげれるものは見せてあげたいし、いい感じでした。いい感じだった。どこら辺がいい感じだった、うん、いっぱいです。いっぱい、うん、何かっこよかった？あ、かっこよかったです。教えたことよりも見てたことの方が俺は大事な気がしてて、それが将来子供たちのなんか経験になったらいいなっていうふうに思います。なんかトゥン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 、アゴがグーグー分かりやすいよね。音楽作るとかリリック書くっていうのが結構苦しい時期が何年か続いてたんですよ。やりたくてやってないっていうか、今まではこうビートが選んでそのビートに対して乗せるっていうことしかなかったから、今はやっぱグーディーがいてくれるんで、パンってきてこういう感じの曲作りたいっつって、グーディーが弾いてトラック作って、前より自由度が高いから曲を作ることが楽しいって思いながら作れてるって感じがするんで、始めた時ぐらいフレッシュな感じというか。今までは俺があんまりやってないテイスト、先のことをプランするっていうのもほとんどない。正直10年後20年後って自分で設定して、そうなったとしても別にそうなっただけっていうか、だからあんま自分的にはそれは面白くなくて、目の前をこう一日一日をこう積み重なってって10年後こうだったっていう方が面白いというか。行きます。人生いつ終わりが来るかはまあ分かんないじゃないですか。なるべくいい記憶を残したいし、いい一日を多くでも作りたいって感じです。守るものが増えてく、変わってく生きる理由、あいつのこと待ってる、今もここに立ってる、いつの間にか大人に何か得てはしない、変わってく街並み、立ち止まりはしない。 Keep it real, keep it real.